皆さんこんにちは、るりこです。ただいま私は大分県別府にある神縄ゲストハウスさんに宿泊しておりました。今日はこの別府から阿蘇の方へまったりツーリングしていきたいと思います。今ですね、朝の10時20分なんですけど、今日はですね、天気があんまり良くなくて雨が降っていたんですけど、午後から晴れみたいなので、ちょっとゆっくりめスタートです。メモを残していきたいと思います。お世話になりました。ここはね、温泉街が本当に近いので、温泉大好きな人にはたまらないゲストハウスだと思います。なんか旅館とかに泊まるのもいいけど、こういうゲストハウスとかね、ライダーハウス、バイクに理解があるとこう駐車場とか楽じゃないですか。だから私は今回ゲストハウスにお邪魔したんですけど、なんか良かったなと思ってます。おすすめの場所とかもね、教えてもらったし、じゃあだいぶゆっくりスタートなんですけど、阿蘇に行きましょう。わあ、今日は目の前の山の方が真っ黒ですね。昨日はすごい山の景色綺麗に見えてたんだけどな。まあさっきまでね、雨降ってたんで、山の上の方は霧がすごいかもしれないですね。だいぶね、走ってきまして、阿蘇の方に入ってきています。阿蘇は阿蘇なんですけど、今日は南阿蘇っていう方にね、行こうと思っていて、今日もね、昨日と引き続きあーちゃんが一緒に走ってくれるということなので、あーちゃんと合流するために道の駅の方に向かっています。のどかな景色の中を気持ちよく走っていて、なんか可愛い田んぼ跡があったりとかね、まだね、こっちの方は桜が咲いていたりとか、景色を楽しみながら走れています。ちょっとね、空が霞んじゃってるのがもったいないけど、十分ですよ。走れたらそれで十分。すごい。あ、ここですね。阿蘇坊の里釘野です。はい。おお、すごい。絶景すぎる。え、すごい。モンベルがあるよ、ここ。すごい。あ、いた。あちゃーん。ここはなんて道の駅ですか？阿蘇の道の駅、釘忘れちゃった、なんだっけ。おい地元民阿蘇に来ました。じゃあ今日も一日お願いします。よろしくお願いします。晴れてよかった。晴れてよかった。他にもね、この辺ジェラート屋さんあるんだけどね、うん、ジェラートとソフトが食べれて、いただきます。普段こっちが黒店だった。目は見てるけど、うん、美味しい。いや、あったかくて気持ちいいわ。ああ、よかったよかった、ね。明日暑くなるかな。そうだろうね。天気期待大です。ね、明日が一番のメインだから。ワクワクだね。ワクワク。嬉しいな、あと一緒に走れるのまた。ね、嬉しい。え、この間来たの11月だっけ、うん、そうそう10月 ?11 月。今、4、5、6、半年ぶり？ 5 ヶ月か。うん、早いな。そう、なんか多分皆さん動画見てる人は、うん、私がついこの間九州の旅終えたばっかりだから、動画的に、うんうん、なんか また行ったのみたいな感じに思われてるけど、いや、ちゃんと5ヶ月撮ってるから、みたいな。があるでしょ、続きや。秋だよ、あれは秋。そうそうそう。今は春やで。もう着いちゃうよ、1分。取り過ぎないようにしないと。気をつけて。あとは水曜日お休みのお店が多いからね。そっか、魔の水曜日だ。あ、なんかさっきより綺麗になってきたかな。うん、ね、うん、うん。あ、この裏だ。え、もしかしてこの今改装中でやってないとか。そんなことないよね。なんかなくなったっぽいね。あと 700m です。はーい。牛。100m? あれか。お、看板あるね。うん。お願いやってて。やってるっぽいね、でも。砂利なの？いや、どんか。砂利。お、砂利や、大丈夫、砂利。お、良さそう。
バサシが使っていただかないんですか。ダゴ汁じゃない、ダゴ入ってない。これダゴ汁なの。ダゴ汁だよ。これダゴ汁っていうの、うんうん、そう、ダゴ汁だそうです。ダゴ汁、ダゴ汁、うん、美味しい、うん、どうですか。ね、すごい。私こんな馬刺し初めて食べたかも。いい言葉聞きました。うん、柔らかいね。うん、だって私馬刺しって硬いイメージだった。そんなことないよ。ね、こんな柔らかいの。うん、うま。溶ける。うま。溶ける。溶ける。うまうま。口の中で溶ける。うまがうま。うまだけには。これからどこ行くんですか。今向かっております。河原山、綺麗な大きな風車がいっぱい見える。おお、すごい綺麗。いい写真を撮れたらいいなと思って、綺麗で、今から向かいます。はい、うわー、すげー。ここの駐車場で写真撮ろうと思って。あー、いいね。え、めちゃめちゃいいでしょ。だって柵がないからいいでしょ。うん、あそこ中、国立公園。すごー。綺麗、目の前の丘が綺麗だわ。動画で撮るといいかもね。すごい、うわ、すげえ。あ、風車見えた。あれ、今風やんだ。これさっきまでビュービューだったのに。止まってない風車。止まってるな。すごい、ここいいね。降りるとこがもっと綺麗かもしれない。あ、わあ、すごい。わあ、だいぶ緑だね。そうだね。うん、てかこっち焼いてないのかな。いや、焼いてるか。いいね、綺麗ここ。この山を、ね、すごい、ね、え、めっちゃいいじゃん、ここ。うん、すごい、うわ、すごい。天気晴れてよかったね。うん、めっちゃいい。うわ、すごい。あそこ曲がった、上がったぐらいでいいかな。うん、まだ感じない。あっちゃん先行ってもらう。すげー、すげー、ね、この上がった先から。うわ、やば、やばー、やばー、やばー。うわー、すごーね。いやー、すごいわ。いやー、すごでしょ。これはすごいわ。So give me a minute to catch my breath. Take what's yours, I'll take what's left.あの目の前の山は一個だけ。うん、うん、すごい。
上がる感じ？うん、そうだね。うん、そっか、じゃあまた明日だね。そうだね、そうだね、早起きしなきゃ。うん。じゃあ、また明日。また明日。あー、手触れない、ごめん。ありがとうね。バイバイ。はい、というわけで、あーちゃんとはバイバイして、また明日ね、一緒にツーリングしてもらいます。明日が私の一番の楽しみにしているメインイベントなのでね。あー、楽しみ。というわけで、今日の宿に向かいましょう。はい、まもなく本日のお宿です。さあ、見覚えのある虹だなって思ってる方もいるかな。私もなんか懐かしいなと思いながら走ってきました。阿蘇と言ったら宿泊はここだよねっていうところですね。反対車線から行くときちょっとね、鋭角なのでここら辺で U ターンした方がいいですよ。はい、ここですね。よいしょー。はい、今日のお宿到着です。おなじみのカフェボンズ、ボンズハウスさんです。はい、ボンズさん利用するのは2回目になります。以前もご紹介したんですけど、ざーっとね、宿のご紹介しようかな。こちらがカフェボンズさんですね。こちらは普通に飲食できるスペースになってます。ご飯もすごく美味しいです。はい、でここに駐車してくださいということで、向こうがですね、お部屋になります。じゃあ先にこっちの共有スペースですね。共有スペースには、はい、水回りだったり、ここでちょっと雑談ができるスペース、冷蔵庫だったり電子レンジ、あとは洗濯機、乾燥機、あとはシャワーもあります。そして宿泊される方はこの坂をずっと上がっていってですね、で今回ね、新しくこの屋根が増えました。ここの屋根の下でバイクを止めることができます。でガレージが空いていれば、ガレージの中にも入れさせていただいてます。ありがたや。でこちらがお部屋ですね。ここはね、バーベキューとかもできるみたいですよ。で私が宿泊するのは以前と一緒のこちらのお部屋です。二段ベッドになってます。はい、とっても木のいい匂いがします。でボンズさんからですね、歩いて数分のところに温泉があるんですけど、水曜日が定休日でお休みなので、オーナーさんのこの可愛いバイクではないのかな、この乗り物を借りて近くの温泉に行ってきたいと思います。
ったことないから。はい、というわけでモンズハウスさんで美味しいご飯をいただきました。いよいよ明日が私の一番楽しみにしているツーリングです。では明日は朝早いので今日は早く寝たいと思います。ではまた明日。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみ。When you're away, do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?